こんばんは。2024年、3月、28日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外で、ございます。でね、今日ですね、広島地方、かなり激しい雨がね、降っていると、そういう状況であります。ちょっとね、これも気になるところですけれどもね、この間ね、南区のね、丹那地区とかね、あるいは、山間部でもね、県道の、ね、落石があったりとか、そういう状況があったりして、ちょっとね、やっぱり、ですね、ダムの取水制限の方はね、なくなったのは良かったんだけどね、今度はちょっとね、土砂災害のやつです。今日はね、災害のね、関連してね、じゃあ、本当ね、能登半島大震災の教訓を生かせたとはね、やっぱり広島、都市圏、本当ね、公的な病院はね、統合じゃなくてね、県病院のね、駅北の病院への統合じゃなくてね、むしろ行政の直営で、各区に一個ぐらいはね、置いた方がいいんじゃないのかという話をね、したいと思います。まあね、能登半島大震災ではね、皆さんもご存知のことね、いわゆる孤立集落というものをね、多発したのはね、皆さんもよーくご存知だと思います。ね、土砂災害で道路が寸断される。ね、あるいは津波。ね、こういったものがあったり、液状化で道路が寸断される。ね、そういうことがね、各地で起きました。そういう中でね、じゃあ、広島っていうのはね、どういうことか。まあ、人口120万近い。この町。でも川や山で、ね、分断されてるわけですよね。うん。まあ、全国の皆さんもね、もうね、ご存知だと思います。広島というところね、まあ、うん。2018年とかね、2014年のね、ほんとね、一時はね、もう土砂災害といえばね、広島の代名詞みたいになっちゃった時期もありますけどね。まあ本当に、ね、山に多くの人が住んでいます。一方でね、栄えてるね、町。つまりね、デルタですよね。ここはね、川で分断されてると。ね。まあ多くのね、観光客がね、来る平和公園とかね、そういったところ。あるいはね、まあサッカースタジアムもそうですよね。デルタにありますね。うん。マツダスタジアム自体はね、これはデルタの中にはないけどもね、かなり川に近いところにありますよね。うん。まあそういう意味でね、川や山でね、非常にね、分断されてるわけですよ。うん。そこはね、広島都市圏周辺にはね、五日市断層、小井断層、秋名断層、多数のね、活断層がある。で、これらがね、能登半島大震災みたいな感じでね、同様に連動したらね、当然ね、能登半島ね、大震災と同等のね、直下型地震ね、マグニチュード 7.6 起きてもおかしくはないです。で、こんな大震災が起ければ、各区がね、巨大な孤立集落になってしまう。ね。だからもう、で、デルタ地帯も橋が通れなくなる。ね、道路もね、川に近いほどね、液状化現象起きやすいですからね、橋行くところの道路がね、ところで、ね、たもとのあたりで崩れてしまったりね、もう流儀したい人はね、どうしようもないですよね。うん。まあ、橋自体が落ちるってはね、現代の技術はそこまで考えられないけれどもね、まあ、当然ガタガタになってくる。ね。だから、いわゆる島から島への移動というのは非常に困難ね、極めるわけですよね。怪我人ね、病人ね、移送というのは非常に困難になってくると思います。で、朝南区はね、朝北区、東区、西区、西区。この山側は完全に土砂災害。道路の寸断。これがね、大変心配ですね。小井断層が五日市断層なのが直下を通っている場合はね、断層のずれそのね、道路がね、通れなくなるということもあるでしょうしね。で、そして、ね、それぞれのね、区がね、人口は結構あるわけですよ。で、被災地でもね、被害が激しかったね、輪島市、珠洲市、天水町、能登町。この町、この四つの、町の6万ぐらいなんですよ、人口ははっきり言うと。で、最小のね、広島市ではね、最初のね、秋区ではね、でね、最初の秋、人口が最初の秋区でもね、7万人超えて8万人近いんですよ。だこうした状況を踏まえばね、公営のね、それなりの病院がね、広島市ね、各地に、ね、あってもいいしね、まあ、各島みたいなところにあってもいいと思います。だから湯崎巨大病院にね、全部これ集約してしまうっていうのは愚の骨頂ですよ。うん。で、浅見山区なんかね、特に人口が最大なのにね、広島市ではね、公的病院の空白である。だから1300億円、1400億円ね、湯崎巨大病院にかけるお金あるんだったらね、それこそね、民間の病院の買収でもいいですよ。県立病院をね、浅見山区にもね、作ったらどうかっていうのはね、
ね、そういう提案があってもいいと思いますよ。ね、市民病院もね、今はね、独立行政法人化してしまって、中途半端な儲け主義になって。だからね、コロナでね、そのことの弊害出てるんです。やっぱりね、直営だからこそね、行政がね、ガンと命令ができる。ね、議会のチェックができる。ね、だけどそれが効かない。ね、だからそういう中でね、病棟の休止も現実に起きてる。で、実はね、だから今ね、中区の東部を占める島ですね。だから原爆ドームやね、県庁や市役所がある、この島。ここにはね、もうね、それから西部を占める島ですよね。ここにもね、行政直営の病院がないんですよ。平和公園のある島にもね、島ね、だからそういうことですよね。いや、そうね、ね。で、中連病院をね、統合するんだったらね、現在地に残したままね、むしろね、県立にしてもいいんじゃないですかね、はっきり言うと。で、船入りのね、はっきり、小児救急もね、県営で残したらいいんじゃないの。ね、これぐらいの提案あってもいいんじゃないかなと思いますけどね。で、JR 広島病院はね、まあ、県立湯崎秀彦記念病院にしちゃえば、ね、で東区民とね、というかね、まあ、陸側の東部のね、市民のために残したらいいんですよ。まあ、ほんとね、あるいはね、それこそ松田スタジアム。例えばそういったところでね、観光客。やっぱ急病人が出た場合とか、残しときゃいけない、ね。体調不良者とか、まあ、地震の時にね、何が起きるかわかりません。ね。まあね、松田スタジアムはそこに留まるのが一番いいんですけどね。うん。まあ野球で言えばね、行政直営病院っていうのはね、結局守護神ですよ、ピッチャーのね。だから広島はね、災害時に巨大なね、孤立集落ができるしね、それぞれのね、孤立集落にね、奥能登以上の人口がいる以上ね、行政直営病院に一定数あっていいと、いう結論に、ね、これはなると思います。県病院をね、廃止してね、また、ね、南区の県病院とかいろいろ廃止してね、統合するということではなくてね、それぞれの、ね、一定の人口があるんだからね、行政直営病院をね、むしろ他国に、あるいは各島にと、いうことをね、まあ、2025年11月のね、広島県知事選挙を前に、提案をいたしまして、私、佐藤秀一のね、お話をね、終わらせていただきます。最後までご協力、ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。